どうもみなさんこんにちは日本原水協の前川志郎です原水爆禁止2023年世界大会の報告ボリューム十一です今日は原水爆禁止世界大会8月7日の長崎開会総会で発言をしたウクライナの方の発言を紹介したいと思います ウクライナ平和運動事務局長のユーリー・シェリア・ゼンコさんです広島・長崎の原爆投下から78年を経て世界終末時計は午前0時まで90秒に近づきました残念なことに世界は何も学んでいませんロシアの侵略者はすでにウクライナの都市に侵攻しロケット弾やドローンを使って攻撃しています キが空爆を受けた時私はシェルターに隠れなければなりませんでしたが私が生き残った時のことをロシア人に経験してほしいとは決して思いませんメディアはロシア軍のロケット弾がいかにアパートを廃墟と化しバスを燃やしたかを伝えていますがウクライナのロケット弾が同じような残虐な事態を引き起こしていることは伝えていませんこうした 半分だけの真実の報道にはうんざりです。また、それは侵略的であれ、防衛的であれ、どんな戦争にでもある犯罪的な性格を覆い隠そうとしています。ウクライナ市民は、ロシア、ウクライナ双方の軍隊の戦争犯罪と人権侵害の犠牲者なのです。特に痛ましいのは、戦闘に参加したくない人々の強制的留置、 徴兵逃れの人々に対する弾圧、男性に対する出国禁止、そして市民的及び政治的権利に関する国際規約の第18条をはじめ、ウクライナ人に対する国際人権擁護義務に違反して、良心的兵役拒否者に対して国による人権否定が行われていることです。正義の戦争などありません。なぜなぜら いかなる戦争も侵略に非暴力で抵抗し交渉で和解することに失敗した後は大量殺戮となるからですアメリカは第二次世界大戦に勝利するために日本に原爆を投下しました私は勝利という言葉がすべての人に嫌悪感を抱かせるものになってほしいと思っています人々がこの言葉を聞けば 原爆ドームのことを考えてもらいたいのです。殺戮ではなく話し合いをする。ウィンウィンのシナリオ以外、私は勝利を信じません。非暴力へのコミットメントのみがより良い世界に変えることができ、誰もが殺し合うことを拒否する世界になれば、戦争がなくなるという希望を与えることができます。被爆者が国際社会に向かって、 核兵器禁止条約に署名するように説得したときこれは暴力を使うことなく達成できる大きな変化でありすべての変革者にとって明るい例でした条約は貞子の折り鶴に似ています私たちが何千も鶴を作るように努力すれば成果が出ます少なくともより良い世界に向けて変化が可能であるという希望を与えることができます 戦争も核兵器もない世界を実現するという希望を捨ててはいけません。戦争と軍事優先主義に反対するすべての人々、殺戮を拒否するすべての人々、軍隊に従事することを拒否するすべての人々、停戦とすべての武器を捨てようと呼びかけるすべての人々を支援しましょう。共に活動すれば、 私たちはこの夢を実現し、広島、長崎への犯罪的な原爆投下が繰り返されない世界を築くことができるのです。はいえー、ユーリーさんのこのおウクライナからの訴えは、非常に多くの人の胸を打ちました。 私も聞いていて、本当にその通りだなというふうに思いました。戦争では何も解決しない。すべての戦争をやめないといけない。問題が起こったら話し合いで解決するということは、国際連合の検証に書かれていることです。紛争の平和的解決、これしかないと思います。こういうことを訴えているユーリーさんは、ウクライナの,イナの中では、 迫害をされ、えー、自宅に家宅捜索が入ったという情報が流れました本当にひどいことですユーリーさんを救うための署名も IPB 国際平和ビューローのホームページで始まっているということでぜひ皆さんもご協力をいただきたいと思いますこれでボリューム11を終わらせていただきますどうもありがとうございました